菅原賢治は東京都出身の俳優。旧芸名は菅原賢治。映画、テレビ、シンパ劇での活躍で知られた。本名は小松原茂正。生前は日本俳優協会上任理事、アクターズハウス俳優養成所所長なども務めた。スペイン舞踏家の小松原洋子は妹。1943年、日本映画学校入学。 1949年、俳優座養成所に寄生として入所。1951年、大英より、絢爛たる殺人で映画デビュー。現代劇を中心に2枚目スターとして、多くの映画に主演。柔道三段の腕前が変われ、柔道家の役も多かった。若尾文子とのロマンスが話題となる。1961年、フリーとなり、TBS ドラマ、 七人の刑事がヒット。東映の人気映画にも出演するようになる。1973年、心配理氏明治一代女、滝の白糸、日本橋、不敬図など名作に出演。水谷八重子なき後、水谷義恵波の栗子、安井正二と並ぶ、心配四本柱となる。1978年、菊田和夫演劇賞受賞。 1980年代、小中しらなみの CM が話題になる。1986年、心筋梗塞で倒れ、一時渋滞となる。1日100本のタバコを吸うほどのヘビースモーカーであった。1998年、君四頭髄放送受賞。1999年12月24日午前10時55分、急性肺炎のため死去。去年74。 ありがとうございます。